地震で大きな被害を受けた珠洲市で、二次災害を引き起こす恐れのある建物を緊急で解体する作業が始まりました。倒壊して二次災害の恐れがあるということで、今緊急の解体に向けた準備が進められています。珠洲市によりますと、被災した建物が道路に倒れかかったり、隣の住宅の方に傾いたりして、二次災害を引き起こす恐れのある建物がこれまでに数十件確認されています。市が始める解体の対象は危険性の高い建物で、所有者の同意が得られたものから公費で行います。今日は家の関係者らが見守る中、作業が進められました。どっかで製品をいっぱいつけないと、やっぱり危険が起こってもあれなので、見届けないとな、今日はと思って来ました。工費による解体は通常一定の時間がかかりますが、今回は手続きを一部省略して緊急で行われるということです。